はい、皆さん、こんにちは。囲碁棋士の三村です。第1回日本女子囲碁リーグドラフト会議が終わりました。この動画を撮っているのが水曜日で、その前の火曜日にやったんです。これ楽しみにしてたんですけど、ちょっと忙しくてね、リアルタイムであんまりちゃんと見られなくて、まあ、後でちょろっと見たという。まあ、これは日本棋院 YouTube 囲碁チャンネルでもやってたし、囲碁プレミアムさんの方でも無料配信されていたので、皆さん、見た方多いかと思います。でもまだ見てない人もいるかもしれないので、ちょっと私と一緒に見て、で、解説をします。私がね、このドラフトの選択について、この選手たちについて解説をしながら一緒に見ていくという今回の企画であります。それでは行ってみましょう。これね、YouTube の日本棋院囲碁チャンネルですけど、ここに森永拓郎さんが出ているんです。全然関係ないんですけど、この書いてはいけないの本がすごく面白くて、日本人なら読んだ方がいいなって思った本です。全然関係なくいい話してすいません。これね、動画を見ながら喋るのってね、本当はやっちゃいけないのかもしれないんですけど、そこをやってしまうのが、ミム囲碁チャンネルのいいところですね。まあ、私ね、日本棋院の、まあ、社員みたいなもんですから、怒られないと思います。ちょっとね、飛ばしながら行きましょうか。これね、配信の時って、前が長いですよね。始まった。あ、戸島花さんが司会ですよね。久しぶりですね、戸島花さん。素敵な白いドレス。というような感じをちょっと飛ばしながら行きましょうかね。そう、100周年のイベントとして、まあ、立ち上げた日本女子囲碁リーグなんですね。確かに。ねえ、本当はもうちょっと多かったらよかったけど、まあ最初はね、うん、とにかく始めることが大事なので、3対3のリーグ戦、2回勝てばチームの勝利、ホームとアウェイで1回ずつ、やっぱりね、女流棋士といえば吉原ゆかりさんを外すわけにはいかない。まあ選考杯を主催して、いる、この選考、うん。まあ、その企業にゆかりのあるっていうと、ダジャレじゃないんですよ。まあ、多分、普段教えていったりしている、つながりがある人がね、監督に選ばれたっていうところはありますよね。で、選手もそのような目で選ばれるところもあるんだと思う。ねえ、鈴木伸二さん監督やっちゃうんだね。まだ若いのに32ぐらいかな。そう、下島さんはね、なんか、結構力を持ってる人で、喋って面白いイベントを立ち上げたりもして、すごく棋士、ゴーツ能力だけじゃなくて、ね、動ける人、うん、いろんなことができる能力、多芸な人で、しかも、スポンサーをね、うん、やっぱり呼び込む力も持っていて、で、今回のこのチーム名古屋っていうのも、まあ、名古屋を応援する。名古屋での囲碁イベントって結構、ありました。あれはなんだっけな、なんかありますよね。団体戦5人だ、トップ選手、トップ棋士がもうすごい勢揃いして5人で団体戦やる企画の、ちょっと名前が今出てこないんですけども、そういうのもこの下島さんの力で、持っている後ろ盾の力っていうかね、そういう、あらゆるものを持ってる人で、で、今回この監督も務めているわけです。チーム名古屋。これはね、かなりこの5チームの中でも特色がはっきりしている。で、これチーム若鯉は、広島アルミという会社、アルミ杯若鯉戦っていう若手棋戦があります。もうこうまさしくその、それでチーム若鯉ってつけてるわけです。広島といえば、まあ、広島カープですよね。で、赤の色になっているのもそこで、ネクタイをちゃんとこう赤にしているわけです。で、山本健太郎六段っていうのは、その広島に住んでいる。広島出身で、今は広島に住んで、別に、普通は棋士はね、東京とか所属している、大阪に所属しているなら大阪に住むとか、で、対局にね、通いやすいところに住むんですけども、もう彼は完全に地元密着型の棋士なんですね。山本健太郎さん。ね。で、チーム若鯉の監督になったと。そう。鶴山さんはね、熊本県出身なんだけど、どうして福岡県のね、監督になったか。まあでもとにかく今一番勢いがあって、NHK の講師もやって、まあ、対局もね、活躍してるし、あと男前だしね、あと喋るの上手いし、あと鶴林杯とかね、去年ね、自分たちで大会を立ち上げて、かなり人数を集めて、うん、なかなか、
活躍している、今、囲碁界でね、その、頼りになる、男の一人、鶴山敦志くんですね。はい、ここで一回止めましょう。ちょっと予想しましょうかね。まあ、見てない時点での私のね、予想ですけど、先行は東京なんですよね。東京で、囲碁将棋チャンネルチームも東京なんで、この2チームはね、特にこの地域のこだわりがないんで、そうすると普通に考えると、まあ、上野さんと藤沢里奈さん、この2トップをまずは取りに行きます。最低でも片方どちらか欲しいわけですよね。で、その後に、まあ、これワンツー両方取っちゃうっていうのはまあ考えてないと思うけど、で、その、無理だしね。で、その3番手をどうしようか。で、今まあ普通に考えれば、上野里沙さんがタイトル保持者だし、勢いがあるしね。で、その次に4番手に劉英子さんかな。私の中ではそういう感じかな。まあ、劉英子さんと上野里沙さんがまあ同じぐらいかな。で、このトップ4をまず取りに行くんですよね。で、チーム名古屋は、これ下島くんね、ちょっとやっぱりね、アピールを意識すると思うし、その絶対ね、名古屋で揃えるんじゃないかなと思いますね。名古屋所属の女流棋士。で、どの辺かな。だから最近だと高尾真理二段は挑戦者決定戦ぐらいまで行ったですよね。で、加藤千恵さんね、車椅子で対局する加藤千恵さん。で、この二人はまあ必ず取るでしょう。それから、まあ他に何人かいますけど、全員名古屋にしちゃうのか、4人いれば2人は必ず地元の、まあ中部の選手でやっていくと思うんですけど、まあそこに1人、まあ上野藤沢をまずトップ取っといてから行くのかね。うん、そのあたりの配分はもう決めてあるんでしょうね。この下島くんが考えたんでしょう。考えて、まあ、スポンサーさんとね、相談をしてある程度方針を決めて、この順番で出していこうとかね、やるんでしょうね。若鯉は広島県ですから、広島の出身棋士ってのはあんまりいない。で、この、監督はね、広島出身ですけど、他にいるのはね、大森蘭、初段かな二段かな大森蘭さんだけです。大森蘭さんっていうのは、中村すみれさんが推薦で入団した時に最初の公開対局の相手に選ばれた人で、同期入団なんですよね。その時、まあ、すみれちゃんに勝った、大森蘭さんなんですけど、まあまあ、それほど、立ち上がりというか活躍という意味ではね、うん、他のチームからは多分指名されないんで、余裕で大森さんは、ごめんなさい、取れると思うんで、そこは慌てずに、まあまずはね、そのトップを取ってから、まあ、余裕を見て3人目ぐらいに取るのか、大森さんは必ず取ります、若鯉はね。他に、だからその、広島にゆかりのある棋士が誰かな、ちょっと今のところ浮かばないんですけどね。うん。それで、チーム福岡。福岡は、その、すごく大都市で、囲碁を打つ人は多い。子供のレベルも高いんですよ、福岡の囲碁界はね。だけど、最近の女流棋士の中で確か福岡はいない。ちなみに私も福岡県出身、北九州市小倉の生まれなんですけど、チーム福岡のスポンサーは、唯一、この5チームの中で企業ではなくて、出光の、グループの中の偉い方で、個人名でスポンサーとされています。そのね、スポンサーのその個人の方の好みが反映されて、うん、ちょっと他とは違う選び方をする可能性はあるかなと見てます。ただ、福岡ゆかりの棋士というのは、女流の場合は少ないかもしれない。はい、ということで見ていきましょうかね、続きを。うん、書いている。うん、隣を見たりもせずに書いている。これね、意外とね、みんなの前で字書くのってね、恥ずかしいんですよね。私ね、NHK の囲碁フォーカスの時に、なんかこう、質問に答える時にね、マジックで書いたら字、漢字が間違えちゃってね、変な字、そんな、何の字それみたいな。すごい恥ずかしいことがあったんですけど、なんか、字書くって意外と緊張するんですよね。はい、できた。出してください。上野あさみ。まあまあまあ、そっちから行ったか。うん。そっちから行ったか。ああ、で、藤沢には、こう、勝ち合わなかった。うん、別々行ったね。まあ、普通、うん、普通に、上を取りに行った。ほらね、ほらね、加藤さんから行ったよ。だから、これはもう、上の藤沢取らない主義かも、うん、取らないつもりだよな、きっと。おー。続いて。大森蘭さん行くか。あ、ここは普通に上野あさみさん行ったよ。うん、上野さん取りに行きました。最後に。藤沢里奈さん。うん、まあ、順当ですね。ということで、上野さん、藤沢さんを二人ずつ指名に行った。ってことは、この2対2は抽選に なるわけですね。これなんだろう、外れた人はその後どうなるのかな、はい、どうやって決めるんだろう、まずは。じゃんけん、抽選。そうだね、加藤さんは絶対取れるよね。うん。
ガッツポーズしてる。まあ、2対2だから抽選だってね。もったいぶんないでじゃんけんでいいと思うけど。あ、やっぱボール取るんだな、ボールでね。これもう取った時に丸バツ見えてるんじゃないの？もし丸バツだったらもう見えてるよね。あ、番号でね。2番です。1番となります。どっちが当たりですか？まだるっこしいね。どうしてこれ、どうやって決まるのこれ。それでは、順番に。わざとあれで順番、もうちょっと手際のいい方法ないの？うん、これで、自力でね。うん、勘が良ければ自力で引ける。うん。やっぱ1位を取った人が若干より。五分だね、それはね。運がいい方が勝つ。運がいい方が勝つ。ああ、そういうやり方。それでは。それをやり方がいいのかな。ああ、丸引いた。ウオップ。上野さん。上野さんは先行入った。まあ、あれ先行杯はニューエイコさんだぞな。うん。上野さんは女流立ち葵。そうすると、広島チームは外れちゃったわけで、次は少し優先的に選ばせてもらえたりしないとかわいそうですよね。1番です。続いてチーム福岡お願いいたします。2番です。ウニ君の引きの強さはね、どうかな。これね、自分で選んで外れるのちょっと辛いよな。これわざとこういうことやる。うん、結構彼は面白いことするでしょ。それでは、鈴木真嗣君は北海道出身なんですよね。北海道チームもぜひできてほしいですね。北見八花チームとかどうですかね。あ、丸引いた。あ、強い。強い。いい笑顔。うん。囲碁将さん喜んでるんじゃないかな。うん、囲碁将さん。やっぱこの二人はね、うん、強い。うん、やっぱり、一段格上なんでね。今度は、外れた2チームがまた、うん、ここで選ぶことができるんだ。ね、それじゃないと、かわいそうだもんね。で、ここで好きなのを2分の1で大体引ける？ここはね、次誰取るか。ニューエイコさんがタイトルホルダーですよね。あと、上野リサさん、どっちかですね。どっちか取れば普通。どっちかを書く。相手と被らない方がいいんだよな。まあ、どっちかでしょうね。上野リサさん、ニューエイコさん。迷った。迷って書き直した、つるちゃん。それでは、まずは、チーム若鯉、行動出してください。うん、パッと行こうよ。あ、上野リサさん言ったね。うん。そう、この時にね、漢字間違えないように書かなきゃとか、私なら考えちゃう。あ！またぶつかっちゃったよ。めんどくさ。でもやっぱり上野さん、リサさんの評価が高いわけだな。うん、そうだよね。うん。まあ、どっちかっていうと、ちょっと上野さん、リサさん取っときたいなっていう。ね、2連敗したくないよね。最初から当たり外れでいいと思うな。うん、それで行った方がいい。まあ、今後ね、チームがもっと多くなったら、10チームぐらいになったら、時間短縮のためにね。考え込んだってしょうがないよな。うん、これは運だから。それではチーム福岡から。ただね、そう、あまりにも予定してた人をね、取れないとショックかな。監督として。あ、いった。そうか。ちょっと山本さんプレッシャー感じてる。おーっと。そうか。リサさんは広島組に入った。はい。ということで一人目がこれで決まったわけですね。一人目が決まった。リナさんと、アサミさんと、リサさん、それと、まあ、加藤千恵さんを取った、名古屋はもう一人の世界、ね、別ルート行ってるわけだ。鶴ちゃんは？あ、まだ鶴ちゃんのチーム、福岡チームまだ決まってない。で、ここから好きなの書いて何でも選べるってことかな？誰でもいい。誰でも取れる。これやっぱり優先順位や、心の中で決めてますよね。そうすると、その次は、あの人にしよう。ニューエイコさん。あ、普通に考えればタイトルホルダーをここで外さないでしょう。それでは、チーム福岡、お願いいたします。あ、シェイミンさんいった。シェイミン。あ、ちょっと、ごめんなさい、シェイさん。そういえば、シェイさんいた。そうか。そっちを優先する予定だったら、そこでわざとガッツポーズ入れて。よし。おー、そうか。確かに、まあ、シェイミンさんももともとね、日本で10年間ぐらい無敵だった人なんですけど、最近なんかね、あっさりしてるというか、ね、ちょっと後輩に譲ってる感があるので、まあ、確かに実力者です。うん、まあ、シェイさんはね、すごい尊敬されてる、うん、そういうチームの雰囲気には影響すごく強いかもしれない。尊敬されてる、憧れているお姉さん。憧れられてるお姉さんって感じかな。そういうね、チームのこう、組み合わせっていうかね、雰囲気とかも大事ですよね。実力、語の強さだけじゃなくてね、なるべく気が合う人たちと組んだ方が、うん、チーム力上がると思うんですよね。そういうことも監督はね、考えて、その2番手以降を選ぶっていうのは大事かな。意外とね、相性の悪い女子同士っているから。ああ、まあ普通に来た。定石通り来た。うん。ちゃんと先行杯感じて書けるところが、さすが、
慶応で。星合さんね。うん、順当です。もう、中部攻め。うん、完全中部攻めですね。チーム若鯉。あ、ニューエコさんぶつかった。うん、ニューエコさんぶつかった。やっぱり、広島は、うん。まあ、上から順取ってる。星合さんぶつかった。はい、はい。じゃあ、ここでストップします。で、一回、その選ばれた人たちのランキング見てみましょう。まあ、ここまでとりあえず、すでにね、選ばれた人だけど、一応見ていきましょうか。上野あさみさん。タイトル数13。2001年生まれ。23かな？上野梨沙さんは、タイトル数1。2006年生まれ。17歳。加藤千恵さん、3段で。2001年生まれ。あさみさんと同い年ですね。まだタイトル経験はありませんが、うん、いつ挑戦者になってもおかしくない。そして、シェイミンさん。シェイミンさん、タイトル数27。これはもうダントツですね。1989年生まれ。ニューエイコさん4段で、今現在、選考杯のタイトルを持ってます。タイトル数2。選考杯を2連覇してます。1999年生まれ。藤沢里奈さんは、1998年生まれ。ニューさんの1個上ですね。タイトル数24。シェイさんの27にかなり迫ってるんで、これはいずれ追いつきそうかな。うん、かなりもう24も来てる。星合志保さんは3段で、1997年生まれ。藤沢里奈さんよりも2個上ですね。タイトル戦はね、女流本因坊の挑戦者になったことがあります。ランキングちょっと見てみますかね。ランキングで言うと、うん、全体のランキングの中で女流棋士、藤沢里奈さんが32位、上野あさみさんが35位ですね。男性を含めたランキングの中で。ね、この、やっぱり二人が抜けていることがよくわかります。その次が上野梨沙。上野梨沙さんが89位。32、35と来て次が89位。そしてその次はシェイミンさん。ああ、その4番手ですね、シェイミンさん。102位。そして鈴木あゆみさんが114位で、向井千秋さんが133位。ニューエイコさんは137位。星合志保さん157位。奥田彩さんが162位、加藤千恵さん168位。これまで選ばれているメンバーはそのぐらいですね。うん、OK さんは244位ですね。でもあくまでも中部でね、強い順に取っていくということですね。さあ、じゃあどうなるでしょうか。ございませんでした。チーム名古屋 OK さん獲得となりました。うん、余裕。それでは皆様、ボードをお下げください。これで、ニューさん取り合う。うん。もうじゃあこの抽選ちょっと飛ばしますね。さあさあ。どうしとった？抽選順を決めるボードを引いてください。続いて、チーム先行グループをお願いいたします。さっき勝ったね、ゆかりさん。もう一回取っちゃうか。それでは、封筒の中を確認してください。2連勝。ニューエイコ四段はチーム先行グループで決定となりました。じゃあ、上野さん、ニューエイコさん。続いて、抽選に移りたいと思います。はい、次、福岡と、チーム福岡から、うん、囲碁将棋チャンネル。あれ？ウニ君また勝ったね。偏ってるね。やっぱりね、こういう時勘のいい人って、いうか恵まれる人ってなんかあるのかな。はあ、今回はこっちの右の二人、明暗くっきり、ね、勝ち組と負け組分かれてるんで、2連勝2連敗だとちょっと差がついちゃったりとかするのかな。はい、ちょっと飛ばしてみましょう。奥田彩さん来た。うん、さっきのやっぱりランキング見たら大体順番、うん。その通りだな。あ、ここちょっと来たよ。もうここちょっと来た。ちょっと待ってね。柳原先来たよ。そう、そういう選択をするかどうかは気になってたんですよ。柳原、柳原先さんは、何歳だ？まだ13歳とか。うん、これ、この感じですよ。2010年生まれ。10月生まれだから13歳ですよ。ね、柳原初段。だけど、
すでに結構成績はいいので、日本のね、期待の、天才女流棋士と言っていいかな。私ちっちゃい時から知ってます。柳原咲ちゃん、もう男性棋士の中に入ってももう勝ち越すような成績を上げているので、タイトル戦までもうちょっと、1年2年したらもうさらに化ける可能性があるんですよ。だからこういう、こうね、積極的に入れていくのは、私がスポンサーだったらやりたいですね。もう10代棋士だけで全部揃えちゃうとか、その普段はまだタイトル戦に大舞台に出るところまでは、出る機会はないんだけど、それを経験させて、この U リーグでね。で、1年2年であっという間に化けるんで、そういう可能性のある棋士で揃えちゃうっていうのは、私だったらやりたい。ここでだから、福岡チームはこの方針ちょっとあったわけですね。で、ランキングの順番で言うと、柳原さんね、今どれぐらいかな。柳で検索すると、ルーシ君さん、外柳さん、柳沢さん、あれ入ってない？え？あ、字が違うんだ。柳の書体が旧書体か？こっちだ。ね？柳原咲さん、これ覚えておかなきゃいけないですね。柳原さん、咲さんの柳は旧書体。233位なんで、結構他の人たちが130位ぐらいの人を指名しているときに、ランキングが低く見えますけども、これはでも、まだ、上がってないだけで、相当、打てる。22勝16敗だし、これは面白い。福岡チームはね、スポンサーさんもそういう意向を持ってたかもしれないですね。面白い。はい。ということで、チームが籠井、奥田彩四段。ここは勝ち合わないでさらっと取れた。まあ、奥田彩さんはね、もう元々ね、本当にトップ選手の一人ですよ。安定したね、トップ選手の一人。お手元のボードに来てください。ツイッター、X 見てたんだけど、奥田彩さんがね、この日のね、もう朝からドキドキしながら、私は呼ばれるだろうかみたいな感じでね、緊張してたみたいで、やっぱこれはね、ドラフトってそういうのありますよね。呼ばれてもおかしくないし、呼ばれなくてもおかしくないラインにいる人たちって、本当に、ドキドキハラハラしてるんじゃないかな。この会場にでも、棋士たちを呼んで、呼ばれた人がこう顔を見せてくれたら僕らとしては嬉しいけど、でも、呼ばれなかった時辛すぎるからね。そうもいかないかな。野球とかね、ドラフト会議、私見たことないんでわからないんですけど、こういうのが普通なのかな。2005年生まれ19歳ですね。序文園2段。これは勝ち合ってないから、これは勝ち合ってないから決まった。そしてチーム名古屋どうする？名古屋。どうする？あ、高尾真理さん。高尾真理。まあね、名古屋の中で決めていくなら必ずこの人は選ばれる人ですね、高尾真理さん。チーム若鯉。女流本因坊の超決まで行った人ですね。鈴木歩美。鈴木歩美さんぶつかった。またぶつかったぞ。これまたゆかりさんとの勝負？ああ、向井千秋さん。今ね、向井千秋さん少し前に女流立ち葵杯で挑戦者になりました。今、調子をね、上げている。もともと力があって、しかも、まあ、安定した活躍をしているトップ選手ですね。これはね、またゆかりさんがニヤニヤしてる。また勝っちゃったらどうしよう、私って思ってる。決まった。決まりましたね。そうか、千秋ちゃん、福岡行くのかな？ホームアウェイでやるとしたらね。さあ、今度ゆかりさんが選ぶ。考えた末に右を取る。さあ、3連勝してしまうのか。また勝っちゃった顔してる。あ、さすがに一つ返した。もうすぐわかるんだね。あ、一つ返した。ほっとしている。鈴木歩美さんはね、もう本当に安定感のある人で、チームの雰囲気もね、良くなりそう。全く手合いの前後でも、ピリピリしたところがなくて、いつも自然体、鈴木歩美さん。さあ、それで4人目です。あ、3人目だ。これで3人目。4人選べるんですよね。実際戦うのは3人だけど、チームの在籍は4人選べる。で、ここで万波奈緒さん出ましたね。外国の棋士も1人選べるし、関西棋院の棋士も1人選べるっていう決まりになって、てるんですけど、今のところ出てないですよね。まあ、万波奈緒さんね、テレビとかも出てて有名な方で皆さんご存知だと思いますけども、まあ、子育てでしばらく休んでいてね、復帰したのが去年かな？万波って珍しい名前ですよね。姉妹で、
今、かなさんが267で、なおさんが294位ですので、ランキング的には結構低いんですけど、もともとはタイトルを取ったことがあります。選考杯だったか、何だったかわかりませんけども、実力者です。ただ、まあ、現状のランキングは、まあ、決して高いわけではないので、もしかするとこれもね、選考の、まあ、スポンサーとの、ね、お付き合いとかね、そういうこともまああったりします。あゆみさんを取りに行って、うん、次は、うん、万波さんだったということですね。ちょっとここでストップしようかな。うん、これが現在の状況です。チーム福岡が、シェイイミンさん、柳原咲さん、向井千秋さん。で、シェイさんとね、向井さんは結構年も同世代で、タイトル戦もたくさん戦っていて、仲がいいですよ。で、柳原咲さんがもう飛び抜けて、なんだろう、もう本当に、36歳と13歳、下手すれば親子ぐらいで、うん、違うぐらいの感じで、うん。でもなかなかいい雰囲気のチームになりそうですね、チーム福岡。若恋は上野梨沙さん、奥田彩さん、鈴木あゆみさんで、まあ、あゆみさんと彩さんは、まあ、仲がいい。年も近いし、仲がいい感じですよね。で、梨沙さんが一人10代、今、上り流の、まあ、トップ選手。うん。で、こちらはまあ、もう名古屋はね、もう本当に、地元の人ばっかりで、まあ、これはもうどうやってもチームの雰囲気よくなりますよね、顔見知り。チーム囲碁将棋チャンネルは、まあ、女王ね、藤沢里菜、星合志保。で、藤沢星合ってめちゃくちゃ仲いいんですよ。親友っていう感じでね、一番仲がいい人がくっついたんで、これもね、本人たち喜んでんじゃないかな。なんか、うん、楽しいチーム戦になりそう。で、ジョブンエンさんはね、この女性たちからね、大人気なんですよ。もう、ブンエンちゃん可愛すぎる。ブンエンちゃん綺麗とかね。みんなが、ジョブンエンさんとの写真をもう X に上げたりして自慢するっていう感じで、その綺麗さで女子に人気があるっていうシーンをね、よく見ます。楽しそう。うん、なんか戦いっていうよりもね、うん、楽しい感じがしますね。で、こちらの先行チーム。先行といえばね、緑の、イメージカラーが確か緑なんですよね。トラックの色とか、ユニフォームの色が緑なんで、この色になっていると思います。上野あさみさん、ニューエイコさん、万波奈緒さん。これはどうなのかな？このあたりはちょっと仲がいいのか悪いのか、わからない。微妙に離れている感じはしますね。はい、という状況です。さあ、4人目をどうする？ 4 巡目。誰を積もるか。ねえ、ちゃんと緑の服を着てきたんだ、先行だからね。偉いな。ただの緑じゃない、この同じ緑じゃなきゃいけないんだよね。伊沢っちの。ここで伊沢っち持ってきた。ね、これは意表をついた。高山ほらほら、来た来た来た。高山の農家さん来た。ちょっと待ってください。これは誰も予想してなかったでしょう。これは重ならないよ。高山さんは本当に入団したばっかりっていう感じの。高山の農家さん。2010年生まれだから、13歳。柳原咲さんと同い年ですね。高山さんは、私ね、院生たち教えてるからよくわかってるけど、あんまり女子院生の中でも、決して順位は上の方じゃなかったんですけど、急激に伸びて、女流の予選でポーンって入っちゃったんですよ。まだね、ほとんど、まあ、対局3回ぐらいしかまだプロ入りして、間もない女流棋士をいきなり入れてきました。北海道出身なんで、それで、監督の鈴木くんが大抜擢したかな。ね、鈴木真嗣くんが北海道の棋士だから、北海道出身だから、そこで大プッシュしたですかね。高山さんの、もちろん高山さんなんてこの日本ランキングまだ入ってないですよね。一番下のランキング外の棋士のところにあるかどうかも怪しい。ね、ここにまだ入ってないんですよ、ほら。ここにすらまだ入ってないぐらいのところで、うん、選ばれちゃった、すごいですね。これはだから、まあ、もちろん、これね、鈴木くんのこの口元、これはね、鈴木くんのこの口元。いや、高山さんね、小学生の時に私の道場にもうちに来たことがあって、ちっちゃかった時の印象はあるんですけど、そして、飯沢さんですね。飯沢明乃さん。
昨年女流名人リーグに入ったんですよね。40歳以上でそのリーグに入るような活躍することはなかなかないんですけど、調子を上げているベテランということでね、1978年生まれ、奈良県出身。ここで、大抜擢されましたね。ランキングで言うと、伊沢さんは330位なんで、ランキング的にはかなり低いわけですけども、いやー、これは買われてるわけですね。ここは思い切った人選をしたと思います。面白い。団体戦はね、こういうところが面白いわけですよね。ここでなくちゃいけない。羽根彩香さん、ほら来た、名古屋。これもまあ、羽根直樹九段のお嬢さん、羽根彩香二段。まあ、これはまあね、余裕で取ります。ああ、来た、大森蘭さん来ましたよ。大森蘭さん来ました。やはりここは、必ず4番手に。そうか。広島チームはここ最後に行きましたね。必ず取れる、どこに、ね、必ず取れるだろうというところで、取れる自信があったんだ。そしてここで辻花さん来た。これ点が2個なのが大事なところですよね。大森蘭さん、2002年生まれということですね。2段、広島県。一緒に行きましょう。辻花さんは、かじつてと、棋聖戦の C リーグに入ったのが目立った実績の一つです。私、院生の時彼女を少し教えてた時期があるんですけども、戦いに強い碁ですね。2000年生まれ。NHK 杯の秒読み記録係をやってたかな。大森蘭さんは、大森蘭さんも300番台ですね。辻さんは230番台ということですね。福岡はだからそういう意味じゃ、そうですね。そこで辻さんを持ってきた。後半は結構、まあ、好みが分かれたというかね。このチームの方針が分かれたな、結構。ぶつからなかった。これで全部決まったかな？はい、ということで、最後にね、このチームの、まあ、メンバー表を拡大して皆さん一緒に、見ていただきたいんです。こういう風になりました。まあ、この中で優勝するのはどこかをね、私は予言しておきましょう。いや、でも難しいな。まあね、まあ、この実際4人はいるけども、どういう出し方をするかね、その3番手と4番手を頻繁に変えなければいけないのか、もうほとんどメインの3人で行くよっていう、ね、使い方も微妙に違ったりすると思うんですけど、やっぱり囲碁将棋チャンネルちょっと強いかな。囲碁将棋チャンネルとチーム福岡は、私の中では推しかな、若干。まあもちろん先行も強いんですけど、やっぱり、そうですね。多分これ、早碁になるんでしょう。持ち時間もね、結構短めになるし、若手有利かな。ベテランも頑張ってほしいんですけども、一応どこか一つ選べとなったら、チーム囲碁将棋チャンネルを押しておきます。まあもちろん、大激戦になる。どこが勝つか、ね、本当に盛り上がってほしい。もう白熱した戦いを生中継でね、見られると思いますので、皆さん、一年、これをね、一緒に楽しんでいきましょう。なんか、私もね、これを取り上げて動画にできるチャンスがあれば、これから、もうやっていきますので。あ、それとですね、この日本女子囲碁リーグのね、愛称って作った方がいいですよね。毎回、日本女子囲碁リーグ、日本女子囲碁リーグ長いですよね。これなんか、女子囲碁とかね、短い、なんか、ミム囲碁と同じにすんのやって怒られるそうですけど、なんか愛称をつけて、IJ リーグとかね、なんか、まあ、やった方がいいかなと思ってるんですけども、いいアイデアあったら、皆さんこれコメント欄に書いてください。どういう愛称をつけた方がいいかとかですね。あとは、このチームが、私は、勝ってほしいとかね。私はこのチームを押しますとか、ここが強いと思うとかね。だから、コメント欄でお待ちしています。ということで今回は日本女子囲碁リーグドラフト会議の様子を動画を見ながら解説してみました。どうだったでしょうか？それではまた次の動画でお会いしましょう。囲碁棋士の三村智康でした。